サイラス・ガーン・ジー・プリングルサイラス・ガーン・ジー・プリングルはアメリカ合衆国の園芸家、植物収集家である。35年間にわたって北、アメリカ、メキシコの植物を収集した。バーモント州のイースト・シャーロットで生まれた。父親の祖先はスコットランドの長老派の移民で母親の祖父、アサ・ハリスはピューリタンの末裔であった。1859年に バーモント大学に入学し、古典を学ぶが、最初の学期中に、彼の兄は死亡し、家父の母親を農場管理を手伝うために退学した。クエーカーに入信し、1963年に、学校の教師でクエーカーの説教師の女性と結婚した。1857年から、母親の農園でリンゴの育種に成功し、1858年に、園芸農園を始め、 カ樹ュやジャガイモの品種改良を始めた。カ樹ュ園を整備し、交雑を行うことで1870年に、ジャガイモの品種、スノーフレークを作り上げた。イギリスの品種とアメリカの品種の交配に興味を持っていたニューヨーク在住のイギリス人、フェントジャガイモの品種改良に取り組んだ。1870年に、別の品種、ルビーが、王立園芸協会で表彰され、スノーフレークは、 マサチューセッツ園芸協会からシルバーメダルを授与された。ユリやグラジオラスなどの花の品種や小麦の苗の販売で成功し、病気となった花の球根の治療でも評価を受けた。結婚した5ヶ月後に南北戦争が始まると北軍に召集されるが、クエーカーの心情に従って兵役を拒否し、おじが保釈金300ドルを支払うのも拒否したため、 犯罪者と共に収監され、虐待を受けた。軍の関係者の働きかけによって、大統領の指示により釈放された。この時の日記が、プリングル、ザレコードオブ、エイクエーカー・コンシエンス、サイラス・プリングル、エス・ダイアリーとして出版された。1888年に健康が回復すると、品種改良の仕事に戻った。 1772年に伝道活動に宣言する妻と別居し、1778年に離婚した。1870年代にプリングルはバーモント州の森での野生植物の採集をはじめ、1874年にはバーモント州農業委員会の委員に任命された。3年かけてボートを使って、カナダのニューブランズウィック州のセントジョン川などや、 メイン州北部を旅した。1878年にパリの万国博覧会に収集した標本を展示した。1880年にアメリカ自然史博物館の植物収集員に任命され、米国国勢調査局の代理人として森林の調査を委託された。1884年にはスミソニアン研究所の講演を受けアリゾナの北部、北西部の植物調査を行い、 その後、26年間にわたり、メキシコを調査し、メキシコの新聞、メキシカンヘラルドによって、その貢献が称えられた。36年間にわたる、野外調査で、50万を超える標本を作った。1896年に、ニューイングランド植物クラブの会員に選ばれ、バーモント植物クラブの副会長を務めた。カヤツリグサカの植物の俗名。 サイプリングリーやピーニュースプリンガライなど多くの植物の種に懸命されている。プリングルは植物の学名で命名者を示す場合にサイラスプリングルを示すのに使われる。ありがとうございます。